数学科って数学も者だらけっぽくて怖いです。工学部と迷ってます。数学偏差値は60ぐらいです。どうしよう。いや、数学科って数学もさ実際多いと思うんですけど、実際問題ないと思いますよ。だって別に数学偏差値60ぐらいの人でも数学科行ってると思いますし、しかも、数学科っていうか大学で学ぶ数学って高校で学ぶ数学と性質が結構違うんですよね。割と、まあ、 えー、概念的なものに近づいていくというか、それが、果たして、じゃあ高校で学ぶ数学がめちゃめちゃできれば大学で学ぶ数学ができるかって言われると、それはそれで結構相関はあるんですけど、必ずしも関係ないというか、まあ、数学がもし好きなんだったら全然数学科でもいいと思います。ただ数学が嫌いならやめた方がいいと思います。だって数学科だからね。うん。はい。あの、ぜひこれを機にチャンネル登録もお願いします。